アフマド・バヒーディは、イランの政治家。イスラム革命防衛隊元司令官。全国防軍需大臣。現行役判別会議議員。日本語メディアでは、バヒーディと表記されることが多い。1947年6月28日、イランのマシュハド生まれ。1980年に、イスラム革命防衛隊で、対外工作を担当する、ゴドス部隊に入隊。本名は、 アフマドシャーチェラギ。バヒーディは、1994年7月18日に、アルゼンチンの首都ブエノスアイレスで85人が、殺害されたユダヤ人教会本部ビル爆破事件に関与した容疑で、国際刑事警察機構から、国際手配を受けている。事件で指名手配を受ける5人のイラン人の一人。イラン政府は、関与を否定している。2011年6月。 南米ボリビア政府はバヒーディの同国訪問をアルゼンチン政府に謝罪し彼に直ちに国外退去するよう命じた。米国政府は2010年6月大量破壊兵器の拡散を目論む人物と支援者の米国内資産を凍結し米金融商業システムから孤立させる措置の対象者リストにバヒーディを加えた。バヒーディは2005年 モスタファー・モハンマド・ナチャールの国防軍事省就任に伴い副国防省に就任。2009年まで同ポストを務めた。2009年8月、マフムード・アフマディ・ネチャード大統領から国防軍事省に指名され、同月9日、以来国会は賛成227票、反対56票ではヒーディの国防軍事省就任を承認した。 国会議員の79.3%が彼の就任に賛成した。2011年6月イランの国防軍事大臣としては92年ぶりにアフガニスタンを訪問し、カルザイ大統領などと会談した。ありがとうございます。